陥落の炎に焼かれるジオン最後の要塞アーバーワークを後にし、私は生き残った将兵たち、そしてザビ家の血筋を持つミネバザビとその側近などを伴い、火星と木星の間にあるアステロイドベルトを逃亡の地とし身を寄せていた。ひたすら再起の日を信じて息を潜めていたあの頃、私はアステロイドベルトの彼方で遠く輝く太陽を見つめ、地球圏へ憧れを募らせる一人の少女に出会った。ハマーン・カーン、ザビ家に臣服するアクシズの指導者の娘だ。終戦から3年後、地球圏では新たな動向が現れた。元広告軍残党の反乱の活発化に伴い、連邦軍はその鎮圧のためジオンの残党狩り部隊ティターンズを結成。だがそれはアースノイドとスペースノイドとの間に新たな意識の格差を生む要因ともなった。そんな状況の中、1500万人を死に至らしめた30番地事件が勃発した。地球復興のみに従事し、空を顧みない連邦の行政に対する抗議デモが行われた頃に、ティターンズは毒ガス攻撃を行ったのである。私は連邦の大尉の分析を入手し、クワトロ・バジーナを名乗り地球圏に戻ってきた。そして実感した。連邦の行為は座視できない、準備する必要があると。それが私にエウーゴへの参加を決意させた。スイートウォーターでアーガマは完成しました。重傷も首を長くしてお待ちです。大佐がいらっしゃらなければモビルスーツは動かせないのですから。大佐はよせ、私は大尉だよ。おお。新たな混沌が地球圏を支配していた。だが私の心は再起の喜びに震えていた。はい、皆さんこんにちは、渡辺裕之です。今回はプレイステーションの機動戦士ゼータガメル、クワトロ、まあシャアですね、シャアビスク、新しくプレイをしていきたいと思います。では早速新規プレイから進めていきましょう。旅立ち。これはアーガマの航路ですかね。知っているかね、赤い彗星と呼ばれた男。自分はアバーワーク海戦の時、後方のサラミスにいました。ほう。しかし、ジオングというモビルアーマーは見ていません。ですが何と言いますか、赤い彗星の力といったものは感じました。今も感じますね。誰にだ。クワトロ・バジーナ大尉です。彼はジオン大君の意思をスペースノイドに伝えようとしている。今回の作戦はランダムマーク2の所在を確認し捕獲することを最優先とする。コロニーへの多少の損傷もやむを得ない。アポリ、ロベルト、ランダムマーク2を捕捉するぞ。コロニーの中に入ったのはロベットのリックリアスでしたよね。着いた早々シミュレーション抜きでいきなり実戦かよ。カクリコンか。ではリックリアスを操って戦闘に入りましょう。どうなんでしょうね。
今回モールデタイプで始めているので、まあ、特段警戒するようなことはないかなと思います。一通りちょっとサーベルとかも抜いておきますか。サーベルも抜いて、あとはビームライトですね。これから戦えそうかな。では撃破していきましょう。あとこれがバルカンですね。バルカンはちょっとあんまり使い方面はなさそうですけど、一応バルカンも使えて、あとこれがビームライフルの戦車ですかね。まずは隔離痕だったのかな。かくしてエウームは2機のガンダムマーク2の脱出に成功した。それは神指団の協力があっての成果である。これを機にエウームとティターンズの構想は本格化していった。いいか、一気はバラシオだ。アストナージがいましたね。私の期待しすぎかな。彼をニュータイプと思いたいが、クワトロ隊はどう思う？ニュータイプはエスパーではありません。ですから目に見えて違うところはありませんが、資質は感じます。そう思う。大事にしてやってくれ。はい。発見された、ルナ2の部隊です。お、どうした？停戦信号。停戦しろだと。エマさんが来ますね。連邦は我々が軍を動かしたことを信じてないらしいの。グリップスのバスクの隊でないからだ。ガルバルディが来るぞ。モビルスーツ発進用意。これはライラさんが来る。攻撃用意。ではクワトロ隊はリックディアスでは。リックディアスは隊、いつでも出られるようにしておけ。聞こえるか？機関の所属を明らかにしろ。これ以上東方の命令に従わない場合は撃沈をする。我が方はエウーゴ、命令は聞けない。了解した、撃沈する。好きなことを。こいつやる。ライラさんのガルバルディ戦ですね。おっと、いきなり被弾した。強い。思ったより全然強いぞ。ちょっと距離を取って射撃戦に持ち込みましょう。リックディアス弾にはちょっと余裕があるんで、射撃戦に持ち込んでしっかり削っていけばなんとなるかなと思います。回避はしっかりしないと結構食らいますね。あと、まあ、弾数が多い反面、リロードにちょっと時間がかかるなっていう感じがするのと、ちょっと今のように見づらいと当たってしまいます。なので、ちょっと下へ下へと回り込む敵の、この、撃ってくるところを確実に出どころですね。見極めておかないと、相打ちでダメージを受けてしまうということがちょっとありそうかなと思いました。三連戦車もちょっと至近距離になった時には使っていきましょう。
屋から撤退命令が出た。乗せられてしまったあの赤いモビルスーツに。赤い彗星が相手だったと思いたい。でなければ立場がない。ライラさんだったというのもあるんですけど、リップディアスだと結構苦戦しましたね。よくやってくれたクワトロ隊員、次も期待する。G、ランク G ですね。はい、では今回新しくクワトロディスク、シャーディスク始めました。一収録という形でですね、このシャーディスクもやっていきたいと思いますので、次回はまたこの続きをプレイしていきたいと思います。